今日は攻撃特攻ナンバーワンの、デオキシスを使っていくよ。デオキシスのアタックフォルムか。一体どれほどの火力なんだ？攻撃特攻とも280で、専用技のサイコブーストが強いんだよ。一体どんな技なんだ？威力140のエスパーの特殊技だよ。使用後は特攻2段階下がるけど、特攻種族値180からの威力140の技は反則だろ。まあ特攻2段階下がれば何もできないな。まあ悪巧みすればプラマイゼロだけどね。悪巧みも覚えるのかこいつ。こうなればもう誰も止めることはできないね。ここでラッキーの登場だぞ。さすがにこいつは突破できないだろ。そんなもんばかじからすればいいだけだよ。そういえばこいつ攻撃も高かったな。これがナンバーワンの実力だよ。こいつを止めれるポケモンは存在しないね。まだ凄みで止まるんかい。今日は最強特性を持つアローラゴローニャを使っていくよ。こいつの特性ってなんだっけ？頑丈しか思い浮かばないけど。頑丈も強いけど今回の特性は最強特性エレキスキンだよ。ギャラドスを体当たりでワンパンだと。ノーマル技は電気タイプになって威力が 1.2 倍になるよ。タイプ1の 1.5 倍と 1.2 倍で体当たりの威力が72になったか。この威力が物足りなかったら捨てにタックルをしてもいいよ。威力216とかやばいな。さらにこれでも物足りなかったらギガインパクトをしてもいいよ。威力270とかエグいな。さらにさらにこれでも物足りなかったら最大火力の大爆発だよ。威力450とか化け物だろ。もっと化け物がいたわ。今日は話題精霊の炎武王を使っていくよ。BW の御三家だし、話題精霊ってことはないだろ。ならランクまで見たことある？見たことないな。そういうことなんだよ。それでもこれは逆にチャンスなんだよ。相手からすると何してくるかわからないからな。パオディアンなんてこっちに有効だないし、ドレインパンチでワンパンだよ。あのパオディアンをワンパンか。回復合わせて実質ノーダメで倒しやがった。それでも物理耐久高いやつにはきついだろ。炎武王の強みは技の範囲の広さ。なんか知らんけど草結びも覚えるんだよ。なんでそんないい技覚えるんだこいつ。さらにこいつの特性は捨てにフレアドライブなどの反動技が 1.2 倍になるよ。あのレジスチルをワンパンとかヤバすぎるだろ。驚くのはまだ早い。この技を持ってすればあのクレベース先輩も9割ダメージ入るんだよ。倒せないんかい。今日は圧倒的な耐久を誇るディフェンスデオキシスを使っていくよ。ディフェンスフォルムのデオキシスか。めっちゃ硬そうだな。防御と特防の種族値が160もあるし、そこからさらに鉄壁も覚えるよ。さらに耐久を上げてくのかよ。こうなればガチグマの根性から元気も全く食らわないね。どんな耐久力だよ。それならこっちのガチグマを出すしかないな。どっちのガチグマも同じだよ。次はド忘れをするだけだよ。ド忘れもあるのかよこいつ。一回ド忘れするだけでブラッドムーンも効かないよ。全然食らわないな。あとは回復しつつ耐久を上げていけばあっという間に6段階上昇でオキシスの完成だよ。これはヤバすぎるな。ここまで来れば止めれるやつは誰もいない。たとえ雨が降ろうが槍が降ろうが、この耐久おバカはどんな攻撃にも耐えられるよ。拳には耐えられなかったか。今日は序盤鳥の中で2番目に強いドデカバシを使っていくよ。1番じゃなくて2番なんだな。まあ1番強いのはやっぱりムクホークか。ムクホークなんて全く敵じゃないね。ムクホークは技範囲も広いし普通に最強だろ。技範囲なんてドデカバシに比べれば全然広くないね。ムクホークは所詮インファイトを覚えるだけだよ。まあそれがムクホークの強みだからな。しかしこっちは種マシンガンに出すとシュート、さらにロックブラストを覚えるんだよ。確かに技範囲は広いな。さらに特性はスキルリンク、必ず5回当たるよ。特性も普通に強いな。それでもアーマーガーにはかなわないだろ。こいつは間違いなく序盤取り最強だ。アーマーガーなんて敵じゃないね。今回の持ち物はゴツメだし羽休めしてるだけで勝てるよ。確かにこれならこっちが有利に見えるけど、相手も鉄壁とか積み技してくると勝つのはきついだろ。相手が補助技したら終わり、あとはアンコールするだけだよ。本当にいい技覚えるなこいつ。ムスホークも倒すしアーマーガーも倒すし、こいつは序盤取り最強じゃないのか。いや序盤取りの中でどうあがいても電気タイプの大回転にはかなわないね。電気タイプは反則だろ。今日は決まれば最強のカメックスを使っていくよ。今日はカメックスか。カラヤブを覚えたおかげでなかなか強いポケモンだよな。今日はそのカラヤブ型を使っていくよ。それは楽しみだな。まずはじめに猫騙しをしていくよ。なんでだよ、最初からカラを破ってけよ。ポケモン対戦は心理戦のゲーム。この猫騙しで相手はいろいろと考えるはず。猫騙しを覚えてるカメックスとか意味不明だしな。相手が混乱してるその隙にカラを破るんだよ。猫騙しでプレイヤー自身を混乱させる作戦か。いやどんな作戦だよ。何はともあれカラを破ればこっちのもん。あとは潮吹きでワンパンだよ。リンルーがワンパンとかえげつないな。それでもメイン技が潮吹きならこっちがダメージ食らったら終わりだろ。そんな時はハイドロカノンでワンパンだよ。結局威力150の技かよ。っていうか海流ワンパンとかどんな威力だよ。今回の特性は激流だからね。それに水テラスタルをすればどんなポケモンもワンパンだよ。当然のように耐えられてるけどな。今日は圧
っという間に3盾できる。メテノを使っていくよ。こいつ久しぶりに見たな。確か唯一無二の特性を持っていたよな。特性リミットシールド。HP が半分以上だと防御フォルムになるよ。防御、特防種族値が100になるんだよな。なかなか一撃じゃ倒せないぜ。半分以下になったらチャンスタイム。まず殻を破るして攻撃特攻素早さを上げていくよ。次に HP が半分になったからアタックフォルムになるよ。確か、攻撃、特攻の種族値が100になるんだよな。これは最強のアタッカーだな。これで終わりではないよ。こいつのタイプは、岩、飛行。持ち物のパワフルハーブを使って、タイプ1メテオビームだよ。特攻もまた上がったし、これは効果良くすぎだろ。さらに持ち物がなかったことを活かして、タイプ1アクロバットだよ。これも相当威力やばいぞ。止められないなこいつ。そして最後は大爆発で3盾の完成だよ。綺麗に決まったな。全く無駄がなかったぜ。初心者でも使えるコンボだし、私を見習って3盾決めようね。3盾できてないけどな。今日は最強特性を持つ、トリューズを使っていくよ。砂かきに型破り、こいつの特性は確かに最強だな。そんな特性は時代遅れ。今の時代は砂の力だよ。そんな特性使ってるやつ見たことないぞ。砂嵐の時は地面、岩、鋼技が 1.3 倍になる最強の特性だよ。弱くはないだろうけどこれなら砂かきの方が強いだろ。素早さを上げたって仕方ない。ポケモン勝負は火力の勝負。高火力で殴らないとポケモン勝負は勝てないんだよ。その割には全然押し切れてないけどな。結局砂の力は使えないんじゃないのか。地震で押し切れないなら別の技をするまで。地震以上に高火力な技なんてあったか。困った時は地割れでワンパンだよ。砂の力意味ねえじゃねえか。今日はスキルリンクテクニシャンのキラチンのを使っていくよ。なんで2つ特性持ってんだよ。スキルリンクかテクニシャンかどっちかしか使えないだろ。今回の特性はテクニシャン。持ち物はイカサマダイスだから、実質スキルリンクテクニシャンだよ。なるほどな、イカサマダイスをスキルリンクの代わりにしたのか。4回しか当たってないけどな。ついでにチラチンノの強みを紹介してくよ。高い素早さを生かして上から歌うができるよ。当たるかどうかは運だけど、相手からしたら普通に怖いな。さらに相手が寝てる隙にお片付けをしていくよ。10枚の完全上位互換、まさかチラチンノも覚えるとはな。攻撃も素早さも上がればこっちのもん。あとはスイープリンターを5回当てれば終わりだよ。だから4回しか当たってないんだよな。5回当たらないならギガインパクトしとけばいいんだよ。もうやけくそじゃねえか。しかも耐えるんかい。今日は全てが美しいポケモン。綺麗花を使っていくよ。見た目は確かに美しいよな。それでも全てが美しいってどういうことだ？繰り出す技が全て美しいということだよ。月の光で傷を癒す姿も美しいね。見た目と技のエフェクトは確かに合っているな。それだけではない。力を吸い取るで傷を癒す姿も美しいね。月の光はまだわかるけど、これは美しいのか？っていうか回復技2個もあるのかよ。それだけではない。宿り火の種を相手に植え付ける姿も美しいね。美しいのか？どんどん美しさがわからなくなってきたぞ。そして最後に、毒毒で相手を毒にする姿も美しいね。それは美しくないだろ。っていうか厄介な技構成だな。今日はやる気マックスでポケモン界で一番熱い男、ブーバーンを使っていくよ。熱いって、物理的に熱そうだな。いろいろと燃えてるしやる気はありそうだけど、ポケモン勝負にやる気があっても意味ないだろ。そんなことはない。やる気があれば眠ることはないんだよ。こいつの特性やる気だったのか。さらに気合を入れるため腹太鼓をしていくよ。こいつ腹太鼓覚えたのかよ。なんかすごいことになってきたな。準備は整った。メガヤンマなんて大文字で一撃だよ。なんで大文字なんだよ。どうせなら物理技にしろよ。今回はガチ両刀型だよ。両刀なのは分かったけど、素早さが速い奴だったら終わりだろ。そんなもんマッハパンチでワンパンだよ。マッハパンチも覚えるのかよこいつ。これがやる気マックスブーバーンの力だよ。攻撃力段階も上がってればどんな奴もワンパンだし、こいつに敵はいないね。やる気なさそうなケッキングに負けてるぞ。